今日はちょっと変わった活動をしています。さらに卵掃除になるんですが、今日は数を上にしてみました。それではいただきます。昨日変わった夢を見まして、なんか犬に追いかけられる夢うわーって逃げてるんですよね。この間単独事故がありまして、車が廃車になっちゃいました。代わりにすごい中古車があったんで、もちろんそれを買うことになって、前の車は初代一番事故は廃車になりましたから、2代目の地下事故が復活します。これはしょうがないか、自分の虫なんでね。うまいな。で、その時ね、事故しても勝手に自分で屋敷の脱ぎ上げて、両方の体がパンクして、それなんだね。前輪札ともパンクして下げちゃってるんですけど、さらに乗車がないので、馴染みのとこまでね走っていったんですよ。ガラ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 って言ってね、かっこいいと思いながらも、その行かなきゃしょうがないし、で見てもらったら、やっぱりぶつかった衝撃でエンジンがね傷んでると、あとホーザーポンプの周りに支障があって、見てもらった悪いところがやったんだけど、その時に写真を撮ったんです、サメを。写真はね、春から見たら、タイヤの部分ですが、ピンクに光ってるんですよ。なんでピンクになるのかなって考えたんですけども、なんだったんでしょうね、あれね。まあ、それは吉川情報も、14万キロを走行してるんでね、悪い情報もいっぱいあるとしょうがないんですけど、これも、案外、反対側から見れば、プラスになってるんじゃないかなと。もう、このまま乗り続けたら、もっと大変なことになってたのかもしれませんよね。そう思うことにしました。よかったんじゃないかと。
手術の時にここの副神経っていうのを切っちゃったみたいなんですけど、ここから半分とここから半分が何かも違うんですよ。ここからこっちは普通なんですけど、ここからこっちは目が腫れたりとかね、あとチックスみたいな、こんなこのビクスビクスってなるんですよ。口の中もなんか左側がおかしいし、まあ、左側にガンがあったからその手術はしょうがなかったですけどもね、なんかビクンビクンってなるんですよ。小学生の頃から来てたお好み屋さんがあるんですよ。そこでね、ジルバって言われたんですよ。ジルバ、何だろうジルバって思って食べてみたら、旦さんに何でそれと思ってね、頼んでみたらね、モダン焼きだった今の。それはジズバって、ジズバって面白いですよね。なんでよ、モダン焼き昔はそう言ってたのかな。とんかつって言ってもいろんな種類がありますよね。とんかつに味噌を塗って食べるとかね、おくじで食べるとか。
今年の夏は向こうにも行かなかったな。もう帰るとかね。朝日の毎日は肺活量数3から 4% を極めて低いんですけど、人工甘味料ゼロ、糖質ゼロ、プリン体ゼロ、いいことばかりじゃないですか。お腹パンパン。やっぱり肉はきついですね。うまいけど、あ、おせとった。オクラ、オクラね。これ止まってない？